こちら定禅寺通りがあって、早く気づけばよかったんですけど、13分でありますけどね。仙台三越は使えるんでね、残念ながらイオン使えません。間に合えばいいですけどね。足に痛み出てないんで。持ち場に行かないなっていますね。思えば便利いいとこに来ましたよね。人数います少ないです。私と定禅寺通りと、30分もあるね。宝刀大公園、なかなかいろいろ難しいんでね。花教員と書いて花教員と読みますしね。だけどね、仙台、札幌、名古屋、横浜と共通点がね、ありますから。錦町公園、もう少しです。練習しないといけませんね、これ。なんとか灯台。
仙台の街のね、繁華街、まあ、少ない。国分町行けばいいんですよ。今日はもう、三越デパートでね、帰れば、と思います。寒くありません。雨も降っていませんしね。漢字よりもローマ字あればね、いいんですよ。これも暴走族は変わりありませんよね。左大きな川です。ありますでしょうか。いいです。信号変われば当然ですよね。宮古バスですね。宮古バス間に合いますね。こちらは仙台市営バスです。こちら宮城交通バス。こちらは仙台市青葉区、宮城県仙台市青葉区。コーラとかはね、まあ、イオンね、もう歩くんですけど、イオン急がない。仙台市営バスです。こちら到着しました。なければね、どうしもありませんが、あれば何か買います。はい、まずは三越到着です。
少し行きましたけど、思うのありませんでした。牛肉はもう売り切れでした。あ、どこに行こうか。歩けば光のイルミネーション。仙台駅までね、1.4 キロ。青葉通りです。青葉通り、歩いてみましょうか。まずは、ね、オリエンテーションの意味合いで。もう国分町が一歩入ったところです。あの、いかがわしいんですよね。だから私行きますよね。老舗がね、あのお弁当あったんですけど、予約かなんかよくわかんない、よくわかりませんけど、まあ、販売はしていると思います。結局夜の街を、こちら仙台市青葉区、青葉区いろんな人、いろんなのいます。三越デパート、いろんなの。業務スーパーもう終了なんです。開いてるんですか。開いてるんですか。入り口にね、印がある、見えるところ、本日開いてる。まあ、困ればね、まあ、どこか。藤崎はもう閉店です。帰りも可能なんですけど、一皿100円、121円。100円、いろいろあります。空いていますか。牛タンが有名です。牛タンが有名です。京都農場あります。せっかくならね、クーポン使いたいですしね。これも、
一番マークがありません。意外と少ないです。牛タンです。ありました、ドクタービックーパータンです。こちらタンです。これタンね、食べないことはないんですが、食べないことはね、ないんですが。一口以上。なかなか見つけにくいですよ、青の。よく見ないと。あちらが国分寺となります。どのお店もね、なんか空いています。ではどこかね、帰ればね、牛タン、牛タン、何食っていいのか、なかなかね。まずは夜の街にオリエンテーションの意味合いだ。アーバ通り、まだあ、国分寺鈴木の手ね、よく似ています。あ、怖くありません。三年目ほど怖いところないんでね。三年目ほどね、怖いところない。
るフレッカーを着ています。フレッカーに気づきませんでした。フレッカー、クリスマスの色がもう11月の21日ですよ。フレッカーっていいですね。パトロールです。私も着てみたいですよ。ね、あれをね、たるみ駅の前でね、あ、いいんじゃないですそれね。あの作らないといけませんね。ね、まあ、仙台市とは言わずにね、名古屋市、仙台市、札幌市、横浜市、4個の町会でいいんですよ。私は神戸市が嫌いな世界ってね、作ればいいんです。それ自由なんでね、自由なんで、ね、そんなことをしてね、あの暴力は暴力はいけませんからね。それですよね、パトロール。ブリッカー気をつけないとね。60分の1でね、撮影するとフリッカーを置きます。あのところはね、なかなか、いや、お金のやつはあるんですよ。お金持ってますよ、お金持ってます、まあ、せっかくね、クーポンね、紙切れになりますからね、紙切れになりますからね。あのところはまだまだありますよ。メリーでね、寝ていましたから、楽でしたから。藤崎、あ、こちらなんです。藤崎ね、デパートメントストアです。もう閉店してますけど、仙台ではこちら有名です。なんか藤崎の近くにね、イオンあるんですよ。あれ、イオンはね、使えませんけどね。あ、どちらにしても1万4000分ね、1週間帰る時までね、何がないんかな、あの飲食店少ないですね、こちら行ったの一番町です。仙台の中心です。こちら、私こちらいます。一番町です。ここに開けてるね、アーバドリ一番町。こちらは国務庁です。こちら行くと仙台駅です。こちらが、ね、仙台駅。イオンがありました。ここにこの道通るとイオン仙台と。少しね、じゃあこちら、このような感じでありましょう。ここなんです。これが現在地、私の藤崎、こちらです。藤崎があればもうイオンがあると私はもう察知していましたからね。イオン仙台店ですね、こちらね。で、仙台三越、藤崎ね、アーバドール。先ほどアーバドールで、私はあのなんか間違えていましたね。
先ほどのね名前、江東台公園ってあります。オリエンテーションの意味合いだね。国分町を少し見てみましょう。イオンありますかねだって。イオンにご縁ありですからね。イオン、こちらイオン東北です。イオン東北株式会社ね。イオンリテールの管轄外れますから。まあイオンにはね、変わりないよね。青葉通り一番地。犬ですか、それで。サブウェイ。青葉通り一番地。私まだ仙台の地下鉄で乗車したことありません。もう今回ね、乗車すればね、札幌、仙台、横浜、名古屋、すべてね、もう環状です。マックあります。まずは夜のですね、オリエンテーション。森の港、すごく。すべて自動で、なんかお店があるようでないようで、ないようであるようで、業務スーパーって大体、業務スーパーね、あればいいですよ。到着したばかりなんでね、慌てても。クーポンあるんで、クーポン使いたいんでね。アーケードの終点ですね。水ですか、水ですか。こちらアーケード。先ほどと内前後もね入っているでしょ。遅くてもね、閉まってる閉まってるまで、それはそれでいいんですけどね。とりあえずね、もう時間何しますか。あ、イオンです。食べました。イオン何軒かあるんですよ。到着しましたね。
気づきません。到着です。到着したのかな。位置関係もあるね。これは明治屋です。明治屋に4、ね、明治屋ね、なんかね、知らない人間もいるんですよ。高級スーパーね、名だたる高級スーパーね。信号変わりますよね。何年かにはあるんですけどね。さあ、いいよ。ビンサスってね、明治や。イオンの中に明治やじゃないですね。イオンはイオン、明治は明治や。イオンこんな感じですね。明治や高級スーパー、イオンのこんなような感じですね。あ、中入ってみます。従業員さんご苦労様ですねえ、なかなかイオンの一番頂点、仙台22時だ。仙台店もありますね。22時がいずれも空いてますね。一生懸命考えてますねそれはイオン仙台一番頂点ですね。こちらレブルーブの会場、スランチョークオープン、スシローです。ついてます。結構な距離あります。しっかり寝ました。ほとんど横になっていましたが、ね、バスが着かりました。藤崎です。イオン2軒あるんですね。一番仙台、一番ちょっと仙台で シャッタースピードに注意しないとブリッカー吹きますから、夜だと蛍光灯のないところがいいんですよ。こう歩きます。位置関係をつかめると分かりやすいんですけどね。一番町、仙台が最も賑やかなところ。一番町、アーバ通り、国分町、高等台公園、宝刀、私宝刀台、高等台、音だっけ。道がとても広くて、いっぱいイオンつきました。
違うよ、だって繁華街だわ、イオンだな、違う、イオン仙台店、東二番町だ。クリスロード。クリスロード。クリスロードにね、鳥をつけ。クリスロードプラス鳥、裏口でしょうかこれ。たくさんあの専門のところ、たくさん続いています。ダンサー行きます。ダンサーないとこがいいんですけどね、行っています。到着しました。こちら教習所の青葉通りです。青葉通り、青葉通り、イオンです。イオン到着です。ウワン、こちらイオン仙台店です。はい、こちらイオンの正面の玄関、青葉通り、位置関係大体変化できました。こちら向かうと初日はもうこんなにね、なかなか慣れない。バスで疲れたんで、ね、混雑していたなと。信号変わっちゃいました。信号変わっちゃいました。こちら向かうと仙台駅。コーラをね、仕入れました。はい、こちら仙台市青葉区です。バックに見えてるのがイオン青葉さん仙台店です。飲むものありませんでした。共通の全国のイオンです商品
あ、少しコーラがね、少しばかり。まだね、って言いますね、何言うてるかわからないね、疲れちゃいました。JR 青葉通り、青葉通り駅です。はい、位置関係つかめましたね。おやさんもね。藤崎イオン仙台三越。集中していますね。まだね、21時なんですけど、もっと遅いのかという感じになりますね。バス乗り場です。立って待ってます。椅子もありますけどね。そんなね、椅子に座っていけない、立って座るのが一番、それは、ね、ありえません。椅子座っててもいいんですよ、椅子に座ってもいいんですけどね、最後に行ってますね。座ってる方も、整列してる方がね、優先です。でもそうです、それが普通なんですよ。仙台で来ましたね。地下鉄、座ります。珍しく疲れました。仙台市営バスです。意外と暑いんでね、椅子は冷たいです。椅子は冷たいです。仙台市営バス、仙台ラッペ、何でしょう。よくぞ来ました、よくぞ来ました、よくぞ来ました。なんか顔がね、ドアップです。探せばね、いろいろあるんですけどね、なかなかこう初日ということもあり、なかなかね、位置関係をね、調べるのはもう精一杯で、
天気で良かったですね。だけどね、何かが顔上になっています。足りないね。先ほど業務スーパーで1本買ってイオンでね、かなり歩いていると暑いです、ね、今日はもう国分町行きます。もう疲れます。今日、ね、入場時間ね楽ですね。それはもちろんレイの中で何もしないでね、まあ楽ですよね。楽といえばね、3900円で移動できるんでねホテルと移動代含めて3900円、いいですね。そこからバスプラスです。もう5000円でね、移動可能です。その点はおやつにできる。見てね、まあ私の顔映るな。風もそんなにね吹いていませんし、いい、ね、神戸と違ってうざい風吹いてないんでね。こちらがね宮城交通バスです。あちらが仙台市営バスです。北が仙台です。何かまあ食べるか買うか、どちらかどちらかで、ね、まあそんなお腹空いてないんですけどね。確かに、まあ船酔いもありますけどね。船酔い、半分船酔いですよ。そんなには入れませんし、今回ね。今回のね、じゃらんで使うプランは何か割引クーポンがないプランなので、その方が逆に割高なんですよ。今回直接申し込んでねクーポンいただける、あちらね名鉄バスです。やはりね名古屋と仙台、何らかの接点ありますよ、ね、フェリーでもそうです。これ60分の1にするとねフリッカー起きています。アングル変えるとね起きないですから、ね、
これで見た目のね、鉄が冷えてきます、ね、両方うまくいきません。少しね、飲むが楽になるので駅の方に向かっています。そんなに朝早く起きれませんよね。今日も寝ていましたかな、こんなの。あの日の日が早いんでね、行動はもう早くする必要あります。やはりね、もう北国ですから、神戸と30分ね違いますから。2本もつれ、肩に。少しひんやりついてます。仙台ステーション、エレベーターのような、バスターミナル、バスターミナル、バス乗り場、こちら仙台市営バスです。明るくするとフリッカー絶対起きますよ。行列してらっしゃいます。立って待って椅子ありますけどね。なんか線バスなんかよくわかりません。エレベーターあちらに、仙台駅到着です。楽天の仙台市営バス、久しぶりの JR 東日本の路線のところですね。まあ、JR 北海道はね、もうな、JR 東日本、本当久しぶりでございます。
上がりね。そうそう。青葉オタクですから。そうね。あの全然。いや呪術廻戦読んどけよかった。フリーで見てないですか。フリーで。はい、で頼むからさ会話ないよみんな30代半ばじゃないよ。だから朝からシンカリオンの話。新幹線見たらシンカリオンにしか見えねえじゃん。それもっとしたね。でどういうのよ会話ないよ。そうなんで酔っ払ってました。仙台駅です。久しぶりのね仙台駅だ。仙台駅だ。いやここでね20何年かぶり来ましたけどね、ここのね別府でね、まあ言えばねこの文字3文字言いますと、ね、いけませんね。3文字で言いますからいけません。バスターミナル、こちらから帰ったらこちらから、仙台駅あるか。何食っていいのかね、わからない。買うとこあればね買いますけど、JR 東日本こちら仙台オブジェとともにね、何買っていいのか。なんかね、飲食店、牛タンはたくさんありますけど。食べれるものだけありますけどね。結構牛タンでもいい値段しますけど。タンってうちのね、舌ですね。牛の下です。牛の下です。ここを歩けばいいんですよ。注目ありますか？無理です。
フェリーの中にね、色を残っていたので食べた。なんか目立ちにくい。水産だな。なんぞ一口しています。使えないですね。ありますね。バラがすぎますね。食わないと。東のこだわり、東どこから聞いたらないですか。こんにちは、来ました。800円。餃子弁当です。まずは食べます。食べます。頭から手が違うけど、
し疲れましたね。ただ東に、どこかでなんか聞いたような名前ですよ。まあどこでもありますから、東はね。なんとなくね、なんとなく聞いてる。名古屋もね、札幌も仙台も道が立派です。神戸のにね、狭い道じゃありません。腕の通風さを切ります。早く今日歩きました。オリエンテーションの意味で、なかなかね、初日は分かりませんよ。どこに何があるのか、なかなか位置関係がつかみませんから。花道です。花道に取れない。少し冷えてきました。あ、これでも暖かい方です。たくさんありますけど、食べれればね。食いどころ、見どころ、まあ、見どころは大体わかります。地下鉄か何か交通機関使わないとね。
そうだこれ休んでいる割にはね、横になっていた割には歩くと疲れちゃう。結構な距離ですよね。少し離れるとこちらでしたね、確かに。お弁当、餃子とね、これご飯と別の容器かと思いましたけど、特に容器になってました。結構距離でいます。少し人は少ないです。もうこれで位置関係大体分かってきましたね。一周しました。疲れました。送ります。失礼しました。到着です。オリエンテーションの意味でね、一周いたしまして到着しました。疲れちゃいました。じゃあ次へ続きます。牛根さです。